元キンプリ平野紫耀、仕様、キシユータ、ジングユータが世界で通用する可能性、組織的なバックアップが必要。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月23日、キングプリンス以下、キンプリがデビュー5周年を迎えて、新たなスタートを切った。 5月22日で平野氏洋産騎士ユータさん、神宮寺ユータさんの3人がグループを脱退。高橋海人さんと長瀬廉さんによる2人体制となりました。スポーツ上記者、イカ道。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所も退場。岸さんは8月25日に公開される主演映画 G メンのプロモーション活動を終える今年の秋頃をもって退場します。 それまでの間、レギュラーを務めるフジテレビ系、VS、魂、には引き続き出演予定です。ダッシュジンジューロイノッドの企画に出演している日本テレビ系、ザ・テツワン・ダッシュの今後については明言されていません。ただ、最近も時代の国分太一さんが自身のツイッターで、岸さんとのロケの様子を投稿していますから、変わらず出演すると見られています。 三人の脱退が発表されたのは昨年11月4日だった。タッキーズ事務所からのスカウトも夜11時過ぎの出来事でした。直前まで金プリはテレビ朝日系のミュージックステーションに出演しており普段と変わらない様子を見せていたため大きな衝撃が広がりました。金プリ分裂の理由として挙げていたのはそれぞれの目指す方向性の違いが 平野さんと岸さんには海外進出を目指す思いがあり、ジン・ジさんはメンバーの誰かが退場するなら自分も辞めると決めていたそうです。そのため、今後は海外進出に向けて動くのではないかと言われています。この発表は、かなりのフライングだったという、予定していた時期よりもかなり早く発表されたので驚きました。 昨年11月1日に発表された滝沢秀明さんの退社が影響しているのかもしれません。テレビ局関係者。その滝沢は退場後の平屋をバックアップしようとした先輩の一人だという。滝沢さんはかなり前から退社や新会社の設立を決めておりジャニーズ最後の大仕事がトラビスジャパンの世界デビューでした。 そんな中、平野さんが退場しようとしていることを聞きつけてタッキーズ事務所へのスカウトもしたようです。同テレビ局関係者。これまでキンプリのメンバーたちは世界を目指す発言を繰り返してきた。デビュー当時はもちろんその後も口にし続けています。ならなきゃいけない必ずチャレンジするといった強い言葉で表現することもたくさんありました。アイドル編集者。 世界を見据えた準備にも取り組んでいた。全員英会話を習っていました。英会話スクールに通い、メンバー同士での勉強会も定期的に行っていたそうです。芸能プロ関係者、ワンオーケーロックが世界で通用するわけ、また、平野はもう一人の先輩からも影響を受けていて、山下智久さんに憧れていて実際に山下さんからも可愛がられていました。 そんな山下さんが退場後、日本でこれまでと同じように活動できない姿を見ていた。現在ではグローバルに活躍する彼の経験も聞いていたのかと、前でテレビ局関係者。では、常に数多くの人気アーティストがひしめき合う海外で、退場後の平夜、騎士、神宮寺はその夢を叶えることができるのだろうか。 95年年から16年年までニューヨークに在住していた音楽ライターの池城美奈子さんは世界で活躍する日本人アーティストの成功例としてワンオケロック以下ワンオクを挙げる。ワンオクは日本の皆さんが思っている以上に世界で知られているし成功しています。 演奏力があり、ポップロックという非常にわかりやすい音楽性で、自身のスタイルを貫いているので、世界で通用するのだと思います。池城さん、いかどう。ボーカルの高の英語がほぼ完璧であることも影響しているという、マックも上手ですし、歌詞もきちんと伝わります。また、前編に英語言葉の曲が多く、日本語の曲でも、 コーラスなどで英語が使われることで失恋ソングなのか応援ソングなのか曲の内容が観客に伝わります。それは海外で売れるにはすごく大事なファクターですよね。5月20日の2時間スペシャルを最後に終了した冠番組キングプリンスル。日本テレビ系には英語を使うコーナーもあった。しかし彼らの英語力はあまり高くなさそうだけど BDS も基本的には韓国語で歌っています。日常会話レベルで英語が上手なメンバーは少ないですが、歌詞の英語パートをきちんと歌えるということが重要です。BDS の曲もコーラスやラップのパートには英語がたくさん使われており、英語圏の人が聞いた時に歌詞の言葉すべてがわからなくても完全に置いていかれることはないんです。 組織的なバックアップが必要。言葉だけでなく、退場後の彼らをサポートする存在も必要だという。個人でやるだけではいくら彼らの実力や人気を持ってしてもただの有名な人になってしまうかもしれません。組織的なバックアップは必要でしょう。アメリカの事務所ではなくとも、世界で戦えるノウハウを持つ事務所に入った方がいいと思います。 現代はサブスク配信の浸透によりチャンスは広がっているという。今アメリカでチャートの上位に入るのはアメリカのアーティストだけではありません。BTS やブラックピングックの曲は大部分が韓国語です。また、去年アメリカで最も聴かれたのはバッドバニーというアーティストのスペイン語のアルバムです。 このヒットは、以前ならアメリカ国内でスペイン語を話す人口が増えたからだと受け取られていたと思います。でも、10年年代の後半から、曲のダウンロードや CD からサブスクでの配信が中心となり、音楽の聴き方が変わりました。試しに聴いてみて気に入れば、ジャンルや言語を気にしないで繰り返し聞かれるようになりました。 ユーザー主体で正しく評価できるようになったんですね。いい曲であれば国籍やジャンルを気にせずに聴かれるようになったのだ。今世界で活躍するにはサブスクは必須。流行りの曲をとりあえず聴くという人も多いため、特定のアーティストや曲が流行り続ける現象もありますが、それでもサブスクならどの人にも均等にチャンスがありますからね。期限は訪れてしまったけれど、 僕はまた君に恋するんだろう。池城美奈子、音楽ライター、翻訳家。ヒップホップカルチャーを中心にアメリカの世相、映像作品について執筆,筆と翻訳、歌詞の大役を手掛ける。著書、ニューヨークフーディー、翻訳、カニエ・ウェストロン、など。